これですね。はい。103ダブルアッパー。ね。はい。いやー、やっぱりいいね。このオープニングかっこいいですよね。いつ見ても好きなんですけどね。あ、新キャラが出てますね、絵に。アッパーとは言わないよね、うん、はい、これね、グループバトルモードみたいなのはなかったかな。フリーバトルは違うよな。なんかね、グループでキャラクターを選択してないか。ないんやね。そうか、ないならしょうがないな。あ、これか？違うな。100人の敵と、あ、そうか。1試合で終わるモード。対戦後に順に選択できる。あ、そういうことか。ないな。ステータス、キャラクターをグループで選択して戦うモード。2人で協力して敵を倒すドラマチックバトルモード。あ、そうか。二人選べるっていうのはまあいいけどね。二人の敵と同時に戦う。リバースバトルドラム。これも面白そうやけどね。ファイナルバトルね。最終ボスといきなり対戦。超難易度の最強モードです。ね、こう家庭用のストゼロはこうやってね、いろんなモードがあるからいいですよね。二人で敵を倒す。これ二人用じゃないとできないんやったっけ？あ、そうやろな。だって二人でも操作できないもんね。よく考えたら。しょうがないな。普通のモードでやるか。対戦中にパートナーと交代できる。あ、これいいね。バリアブルバトルモード。これにしようか。これだったら二人使えるってことやもんね。これにするか。うん。これね、前の時にね、キャラクター紹介したと思いますけど、一応ね、紹介っていうかね、このカイロンとね、テイロンと、あと誰やったっけ？テイロンちゃうわ、これ。ティーホークね。サンダーホークですね。サンダーホークとね、髪色テイロン。テイロンと、あと、この、DJ も追加されてんですよね。これは確かアッパーから追加されたんじゃなかったかな。うん。ストリート、スパツのキャラがね、アッパーから追加されて、ほんで、さらに、まあ、この間紹介したね、ユンとか、ウングリットとかね、あと、この、マキと、イーグルと、ガイルは、このダブルアッパーから追加になったってことですね。あ、違うわ、ごめんなさい。これ、イーグルはアッパーの時いましたね。GBA 版のね、アッパーにいました。はい。ガイルと、これと、で、これですね、マキは、GBA 版のアッパーにはいましたけど、イングリッドだけ、このダブルアッパーのみで、ね、今回追加されたってことで、もちろんこれ使いますよ。ほんで、まあ、僕は個人的に好きなイーグルですね。行きましょう。もうね、カプコンバーダス SNK2 でよく使ってたんですね。はい。ただこのね、レバーでうまく操作できるかっていう問題になりますけどね。マキは難しいんですよね、すごくね。これなんかね、画廊伝説の知らぬに前を金髪にしたみたいな感じですよね。髪型のポニーテールですしね。似てますよね。はい、じゃあやりましょうか。いや、この音楽好きですね。神曲ですよね。ステージセレクトの曲で一番好きですよ、ストツーシリーズのね。
あ、マキでできた。新キャラばっかりだね。すげえな。強い、敵すげえ。いや、このね、イングリッドってね、喋り方がね、ばあさんみたいな喋り方するんですよ。だからね、もしかしたらばあさんなのかもしれませんね。本当はばあさんみたいな喋り方するんですよね。ちょっと待って、もう一個技あるんやけど、出し方忘れた。やばい、山。ここでだって、とっておきじゃーってね、今、じいさんとかばあさんみたいな喋り方になりましたね。多分ね、ばあさんが若返った姿じゃないかなって気がしますよ。喋り方がばあさんですからね。まあ、毎日何者かわからないんですよね、このイングリッドっていうのはね。すげえな、でも、まあ、あー、惜しい。あ、今当たったね。今当たったな。やば、すげえ。あ、負けた。やられた。すげえな。あー、やばい。やばい。あー、あかん。おー、危なかった。危なかったね。ギリギリやで。結構取れすぎや。というか、レバー操作慣れてないからな。なかなか難しいね。一戦目からこのざまか。本は、あ、読めなかった。まあでも嬉しいですね。テレビ画面でイングリッド使えるっていうね。まあ、カプコンファイティングジャムでも使えるんですけどね。スト03で使えるのが嬉しいんですよね。あー、惜しい。僕ね、一応カプコンファイティングジャムでね、このキャラクター使ってたんで、イングリッドね。まあ、前も実況プレイでやってますけどね、ファイティングジャムね。なんか新キャラが結構出てきてますね。DJ も新キャラですからね、一応このゲームの。ああ、やられた。でも、よく考えたら、相手は一人で、こっちは二人で戦うわけやから、まあ、卑怯と言えば卑怯やな。この代わり、こっちは減りやすくなってんのかね、ヒットポイントが。体力はね、敵と比べたら、こんな気象なところだな。あ、負けた。あ、そうか、二人負けても大丈夫なんやね。
られた。二人で1ラウンド分なんですね、これね。じゃあ、有利ですね、こっちがかなり。逆に卑怯な感じになってますね。あかん、当たれへん。当たりにくいなぁ。あ、ソニックハリケーンみたいなもんやからな。その場で回転するだけやからね、あれ。負けか。負けやね。微妙やな。微妙なあれやったね。体力差やったな。あれ？なんで？何や？あれ？何？え？ちょっと待って。接触悪いからか、これ。接触悪かったんですよね、さっきこれ。あれ？あ、そうそう。なんか接触悪いんですよ、これ。あ、キャラクター選択できないんや。また同じになるんや。そうか。また違うキャラでやろう思ったら、そのまま気になるんやね。ちょっとごめんなさい。カンニング。あれ？これか？あれ？違う。これか。ちょっとね、もう、ちょっと忘れてるんですよね。三周と、波動拳と、あれか。まあね、家庭用ならではですね、これ必殺技カンニングできるっていうのはね。とりあえずじゃあこれで。そうそう、この技をねちょっと出したかったかっていうのはね。はい。老いたが過ぎたようじゃって言ってるから、やっぱりばあさんですね。若返ってるってことか。それとも、この姿でも一応ばあさんってことかな。若く見えるけどもってばあさんっていうか。何歳ぐらいなんか知らんけどね。やばいやばい。やばい。
あー、やれた。タイムオーバーか。でも勝ったね。イーグル今回何もやってないって感じだったな。ガイル、やっぱ新キャラが、あ、ちょっと待った。ちょっとおかしかった。ごめんなさい。ちょっとね、撮影の仕方おかしくなってたね。ちょっとごめんなさい。ちょっとね、気がつかなかったですわ。すいません。あれ、いつの間に撮れてたんやろうな、これ、撮影のあれが。いつの間に撮れてたんや。全然気がつかなかったぞ、俺。もうね、直撮りだから大変なんですよ、これね、正直なとこね。僕なんで直撮りにしてるかっていうとね、キャプチャー持ってないっていうのもあるんですけど、直撮りの方がね、こう、なんていうのかな、なんかやりやすいっていうかね、楽ですし、お金もかかんないですし、キャプチャー使い方よくわかんないんですよね。キャプチャーね、一応ね、買おうと思って一応ね、使い方とか説明とか見たら全然使い方よくわからないんで難しいんですよ。だからもうね、ダメ、いいや、一番簡単な、この方法が一番いい、楽でいいやと思ってね、一応直撮りでやらせてもらってるんです。僕、機械に弱いんですよ、意外と。意外と機械音痴なんで。だからね、動画の、字幕を入れる方法とかもわからないですしね。そう、字幕を入れるね、字を入れる、そう、技術もね、全然わからないし、勉強しても全然覚えられないしね。だからなんですよ。皆さんね。はい。すいません。これでいきますか。ちょっとさっき勝ったのにな、かっこよく勝てたのに、ちゃんと取れてなかったってことやね。もったいなかったな。はい。ガイルはでもカプコン VS SNK2 の時のガイルって感じですね。あ、やれた。性能的にそんな感じですよね。あ、やれた。2人がかりで1人をやっと倒すみたいなね、ボス戦感覚で戦うみたいな。あれ、またずれてるよ。なんでずれてんの。ちょっと待てよ、おい。なんでこんなずれてんだ、おい。あれか、コントローラーバーってやってるからずれていくのかい。
激しく動かしてるから。もう、ほんまに。ちょっとね、そうか、多分これね、激しくコントローラー動かしたからだんだんずれてくるんやろな。そんな気がする。格闘ゲームやから激しいもんね、動きがね。振動か、そうか、振動で動くわけやね。そういうことか。対戦格闘ゲームやってるから余計にそうだよ。振動で動いてまうわけや。かといって遠慮をするとね、やられるんですよ。まあ、こんなもんでしましょうか。ちょっとね、振動で動くんでね、これは直撃の欠点ですね。はい、勝てません。はい、これでストゼロ割りにしますね。